立憲民主党内越桜、私利滅裂に子ども庁で。政府の子ども庁に関して、立憲民主党などのおかしな野党の皆様が、名前についてですね、子ども庁に家庭を入れるとか、家庭を入れないとか、ああだこうだと主張しておりますけども、立憲民主党が子供家庭省を提案していたことが確認されてしまいました。まあ、この、 子ども庁の名前に関しては、与党側からも主張が出ておりますけども、まあ、正直言わせていただきまして、省庁の役所の名前よりも、まあ、その中身が、まあ、政策が重要であり、まあ、しっかりと困っている国民のみを助けることができる省庁になるのか、まあ、制度になるのか、まあ、そういった点が最も重要ではないかと思われますので、 まぜひとも、与党、野党関係なく、すべての国会議員の皆様には、この省庁の名前で、これ以上ですね、時間を浪費しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。